皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログなんですけども、弊社でですね、発行してます月刊誌の、はい、商いは角角12月号のお知らせです。ですね、昨日すり上がってきまして、ただいま会員の皆様には発送の準備をしております。それで今回の特集なんですけども、先月号に引き続きまして、徹底する継続できるマネジメントの仕組み作りの第2回目ということなんですね。で、3回目はちょっとね、多分ないと思います。なので2回で終わりだと思うんですけども、マネジメントの仕組みですね。これについてちょっと、ご紹介しています。特集ページはですね、5ページにわたってますけども、こういうふうな特集ページをですね、なぜ、やろうかなと思ったっていう理由なんですが、私がコンサルティングに行きますとですね、経営者の方ですね、社長さんたちがこう口を揃えていうことがあるんですね。例えば、うちの会社は新しいことを取り入れるのは早いんだけど長続きしないんだよねとかね。まあ大体こんなことをですね、まず長続きしない。あとは、みんなやるんだけど中途半端なんだよねっていう。まあ中途半端っていうのはどういうことかっていうと、新しい取り組みをやってもやる人とやらない人がいるっていうことなんですね。全員揃ってなかなかできませんということだと思います。それでこんなことをですね、よく耳にしていましたので、弊社のクライアントの中でも上手にですね、こう仕組みを作ってるというのかな。要は、長く継続してできる仕組み。あとは、社員全員ができるような仕組みとかね。このように仕組みを作ってるクライアントさんがいるので、まあ、その中からちょっとご紹介するっていうのが一点と、あとは、まあ、私のですね、弊社のクライアントでなくてもですね、いろんな仕組みを作って成功してるところがあるので、まあ、そんな、県外の中小企業の仕組みなんかもこう紹介しようかなと思った次第です。それで、やっぱり仕組みっていう限りですね、まあ、心の問題っていうか心理的なものに左右されてはいけないと私は思ってるんですね。これはどういうことかっていうと、例えばですね、モチベーションがめちゃくちゃ高いかったらですね、変な話、仕組みなんかなくてもですね、なんとかなる。まあ、個人個人のやる気とかモチベーションとかね、それによってなんとかなる場合があるんですね。ところがですね、社員が、例えば10人いたとすれば、10人全員がそんなモチベーションが高いという会社は、まあ、滅多にありません。もちろんね、全員モチベーションが高ければ一番いいんですが、なかなかそうはいかないっていうのが現実です。そこで、モチベーションとかやる気に左右されないようにするにはどうしたらいいかって、やっぱり仕組み作るしかないんですよね。で、このね、モチベーションっていうのはちょっと癖もんでしてね。もう今から2ヶ月、2、3ヶ月前からちょっとある業界のですね、インタビューに行ったんですね。まあ、その業界の会社5、6社かな、インタビュー行ったんですけども、で、若い子をインタビューしたんですが、やっぱりね、こう、自分はこういうふうな業界に入りたかったって、まあ、夢も希望も持って入ってきてるわけですよね。そうするとですね、まあ、その夢と希望があれば、当然モチベーションも高くなります。だけど、お給料とかっていうと、やっぱり他の業界とか平均に比べるとぐっと安くなってるんですね。なので、まあ言ってみれば、従業員のですね、モチベーションとかやる気、あとは夢でですね、その低賃金をカバーしてるっていうのがね、まあそういった実態があるわけですよね。本当にそれでいいのかいなということなんですね。で、時を同じくして、またちょっと別の業界からですね、まあコンサルティングの問い合わせがあったんですけども、まあそこの、まあ若い30代の、まあ女性のね、社員の方がいらっしゃったんですけども、まあいろいろとこの業界にどうして入ったとかいろいろ聞いたんですね。そしたら、その中で、まあ給料が安いんですけども、やりがいがあるし、やっぱこういう業界で働くという夢だったんですということをおっしゃったんですね。やはり、けど、ものすごく私冷静に考えたら、あ、そうだろうなと
この業界で働くような若い人は、やはり憧れ、業界に対する憧れがあるんではないかと。まあだからそういうモチベーションとか、また夢をですね、と引き換えに、やはり賃金が安いっていうところで、ね、我慢してるんではないかなと。もちろんね、弱につく教職の世界。スポーツ、アスリートの世界ね。例えばプロ野球でもいいですよ。当然そういう世界ではモチベーションはね、高くなきゃもうやってられない世界ですね。だけどですね、一般の会社は違います。ものすごく給料に差があるわけではないんですよね。例えばイチローみたいな人ともう二軍の選手までそこまでの差はないですよね。で、モチベーションに左右されるともうめちゃくちゃ難しいわけですよ、経営としては。だからなるべくモチベーションに左右されないような仕組みを作るっていうのが非常に大事ではないかなと思うわけですね。ちょっと前置き長くなったんですけど、まあその商い門角の今月号は、そのモチベーションに要はね、左右されないようなマネジメント、まあ仕事のをやるような仕組みを作っていきましょうということをちょっと書かせていただきました。で、ポイントはですね、まあ誰でもがこう取り組めるような、できるような仕組みを作っていこうということなんですけども、結果的にモチベーションが上がる、結果的にね、その仕組みがあって、その仕組みに乗っかると結果的にモチベーションが上がるっていうのはやはり理想じゃないかなと思っています。失礼しました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。